はい、どうも、リゼミのタカです。ユウです。ケムです。さあ、フレンチェ広島 FC ユース歴代ベストイレブン作ってみた。いや、そうそうとあるメンツですよ、本当に。じゃあ作っていい、うん、スタート。フォーメーション自由。ちょっと、それを今エグすぎて、メンバーが。これな、こんなの作っていいんだろうかみたいな気分だもん。いや、これ決めれんな。ドカン。キーパー大阪のケースケ、大阪選手ですね。今でサフレッチェですね、うん、で右から、コマの選手です。コマのパイセン、コマのパイセン、元日本代表コマのパイセン、はい、ワールドカップ出てますからね、はい。センターバックにちょっと同期の脇本を、ね、あー、脇本ちょっと脇本寸場ないな。寸場に入れましょう。我らがキャップ。いや、これはちょっと、まあ、あの、ひいきでもないけど、一緒にやってたから、あいつの能力を肌で感じたから、買って入れました。なるほど。左、牧野パイセンです。牧野パイセン。左に置きました。左でもできるでしょ。いや、いけるいける。絶対できるでしょ。ガンガン上がるけ。いや、ここで迷ってん、ちょっと。ただ、こう、より攻撃的に。そう。ボランチがね、もうクソ迷った。いや、もういすぎる選手が。俺ボランチをね、俺6人ぐらい入れたかった。いや、マジクソ迷った。まずあれ、コウジさん、カズさん。ああ、間違いない。もうそこはもう一番最初浮かんだのがそこやった。うん、それはもうレジェンドだから。いや、もう一番最初ね、チャジ君も入れたかったし、ユウト君も入れたかった。ああ、全部一緒。もう全部一緒。そこも入れたかった。あそこに、あそこもやっぱ肌で感じたから。あれ、チャジ君は今サイドやってるけどね、ボランチがね、当時やばかった。ゆうとくんとチャジくんのボランチはやばかった。死でうかった。でもここを若手とちょっとベテランの融合させようと、うん、なるほど、いうことで、柏木パイセンと宮根さん宮根さんですね、投入いたしました。今サンレッチの8番宮根さんですね。柏木先輩が左利きで、うん、早尾が、俺もそれ見た、それを見た、うん、っていうのを考えて入れた。あ、ガチな、もうガチガチガチ、こう固めにいった。ガチなやつだ。コウジさんとカズさんしたかった、うん、したかったっつったらあれだ、ここは失礼だな。いや、でもいや、もうね、決めれない。もう選べへんね。選べ、あれ監督の好みみたいな。もういや、まあそうだね、俺監督やったらもう頭変えるもん、毎回集中だな。ああいうでちょっと疲れてほしい。もうどっちか風邪ひいてくれへんかなと思うでね、右がね、もう数は上等かなと。597。いや、597。567か。あ、コロナ。567。僕なんだ。567、宮原投入させてますね、とりあえず。オールラウンドやね。何でもできるよ。何でもできる。うん、ここ変わってもいいしね、そんなの。そうやね。だから、ここガンガン上がってクロス行っても、数がこう、うん、下がれる。下がれるみたいな。で、左に内田パイセンですね。広島ユースは左足って言ったら内田パイセン。で、トップ下シャドウにモアイと、モアイの津田と、モアイの津田と高木洋次郎パイセン。高木パイセン、いや硬いですね、そこ。いや、でね、ここにね、岡本智隆もね、ちょっと迷った。智隆なんで急に呼び捨てたの、そこ。岡本智隆パイセンもね、ちょっとやりたかったここをね、ちょっとあの、学じゃなくて天才でもう行ったのかなと思った。あ、マイゾーも天才やろ。天才しかおらんな。いや、もうほんまに悩んだ。でもワントップはもう言うまでもない。もうレジェンドですよ、それは。もうワントップは言うまでもない。多分みんな一緒なんじゃない、そこは。ワントップマジで。そこはね、どうなんだろうね。毎春ですね。もうね、毎春って言われてます。トモノリじゃない。いや、カーペやお前。トモノリじゃない。お前それカーペや。カーペ。レジェンドアンダーじゃない。全然知らんカーペだな。もうね、疲れた。いや、もう考えてるんだけど疲れた。もうあれ入れなかったらどう思われるかなみたいな。サンフレ選手結構見てるらしいね、このチャンネル。ぶっちゃけ無理、ベストイレブンだから俺的にはかぶってほしい。わあ、まあ私もあるやとは。じゃあ、しげ、俺もフォーメーションは361。多分ここはみんな一緒じゃないかな。キーパー大迫、半端ない子。大森に最初大までは書いて迷ったけど、まあやっぱあ、そっち森の方、森の方じゃなくて。いや、でも森の方もずっとアンダー世代の代表ですからね。191cm、97kg で、ちょうど迷ったけど、まあね、迷ったんや。迷ったよ、後ろ。いや、迷ってないな。やろ、迷ってないやろ。あの、動画の撮れ高的に迷った。動画の撮れ高的に迷って、
でもまあここは固くいこうと。で、左エアバトラー、エアバトラー荒木隼人、これも見たけどね、固いやられない、うん、黒人相手の向こう叩いてたからね、上から。え、真ん中牧野パイセン、ここはもうね、向こうは絶対入る、ね、で、右森脇パイセン、森脇パイセン、うん、中学校も先輩だけ。ああ、確かにね、サンフェチビンゴ出身、ね、ムードメーカー、もうこれでもうチームが回る。でもちょっとムードが右に流れてない、大丈夫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 、左もおるけ。じゃあ一回ここを挟んだ方がよかったですね、間に挟んであるのがいいんじゃない、ちょっとここもこっからこっちすごくなってる、右サイドうるさくなるんじゃない、わちゃわちゃして、確かにね、それあるかも、わちゃわちゃして、ちょっと左サイドおとなしいかもしれない。では、ツーボランチ、うん、あツーボランチはまあレジェンド、やっぱりスインズがそこで入ってきます、やっぱり。でもそれはね、もうこれで、そうよ、そりゃそうや。で、そりゃそうやね、右コマのパス、ここはもう、もうやっぱそうだね、はい、一番に入ってる、一番に入ってる、俺も入ってる、でも俺後ろ、左に、あ、一緒、ここも内田先輩、一緒や、一緒一緒、左足キャノン、トップ下2枚、最初ねここ変えようかと思ったんや。今さ、高木パイセンボランチやっとるじゃん、あ、そうだ、そう、F 等でもうね、守備の職人めっちゃ走るもんな、なっとるけど、左利き2枚トップ下になるなと思ったけ、まあ1個前に置いて、で、ファンタジスタ、走るファンタジスタ、走るファンタジスタ、それはで鼻毛がね、とか、鼻毛が VAR? 顔が上がすぎて鼻毛っていう、それは言ってた、ゴリさん、ゴリさん言ってたね、ゴリさん、ゴリさん言ってた、ゴリさん言ってたね、ゴースケはなんか、いやだからほんまか分からんけど、ゴリさんが言ってた、これ多分ゴリさん言ってた、持っとるけど、いやだいぶ持ってるんだ、なんかボール受けた瞬間、うん、もう前を見すぎて、うん、顔が上がりすぎっていう、うん、まあ過剰な表現で、うん、上げすぎて鼻毛が見えるっていうので、いやほんまかは知らんけど、お前鼻毛だ、当時そういう話が、あいつは顔が上げすぎてもう鼻毛が見えてるぐらい顔が上がってるよっていう、俺らにそう言っとった、それは見てないけど、ほんまか知らんけど、聞いたことある、ボルさんがそう指導しとった時にそう聞いた、なるほど、バント一緒、天才ね、天才、前田俊介、やっぱここは硬いな、でもこれ意外と多分知らない人多いと思うよ、前田俊介、いや多分あの YouTube で見た方がいい、ねげって見た方がいい、もうユース時代の映像はえげつい、俺マジでまず、まあ、見た感じがもう一人18じゃないまず仕上がってる、もうあんなんちょっとぶっちゃけたら、いやセコいやん、いや貫禄出てた、もう大人やん、うん、大人やだ、あれ俺のビビったね、いや全てにおいてもう大人やったから、あれ私の気がしようか、私はこちらですね、どうぞバビアン、キーパー大阪校、やっぱそうやん、これもう若くして A 代表入ってますから、ね、やっぱそこやで、期待の星ですよ、うん、まあ、今ちょっとポジション取られてね、ちょっと悩んでる時期かもしれないですけど、ね、ちょっと待って、ちょっとすごいやつ取ったぞで、右サイドバック槙野パイセンです、はいはいはい、まあ、これはもう安定ですね、真ん中森崎和さん、すごいやつね、森崎和さんです、もう森崎和さんがここにいる時点でそっちに置いたよね、失点ゼロです何それ、まあ、忖度、失点ゼロプラスパス成功率 99% やば、そんな高いはい、まあこれ機械の星荒木選手ですね、左サイドバック、やっぱそこも左に乗るんだ、もう左です、これはもうここにはもうレジェンド、中盤これ一番悩みました、中盤はほんま悩みました、これも一番悩みました、だから2枚左利きなんや、いや2枚左利きでもちょっと遊び心ある選手2人を入れました、もうゆうとくん向けてあげてる、いやでも俺ゆうとくん、チャジくんはで迷った、やっぱそうやな、最初なんならここにゆうとくん入れてた、やっぱそう、うん、俺もやけど考えるよな、レジェンド度もうここはそうだね、いやでも俺は高1の時に入った中山茶島のボランチはもう忘れられない、あれは無理や、もう俺もう無敵だと思ったもんね、あれはうますぎ、あれはすごかった、大学も先輩ですしね、で右サイド駒のパイセンです、やっぱ入っていた、安定の、今でもバリバリやってるからな、今でもやってる、一緒走ってる、みんなでねワールドカップ応援したもんな、YouTube の確かに、左サイドはそれは、左サイドはフミヤ、藤井隆之ですね俺の中では、あの俺正直俺左サイドを、いやでもパッ、あんまりパッと浮かばんかったよ、そうだね、俺もちょっとそれはあった、まあ高3時代に、高3時代にあれ、あのイタリアのセリエ C からセリエ C からオファーえセリエ E ぐらいじゃない、セリエ E か D かE からオファー、セリエ E のオファーもらってね、
あのもうプレミアチャンピオンシップ、プレミアリーグもあれですからね、左サイド圧巻してた男がいたんでね。ここはもう俺が制圧してた。後ろも含めて。上島藤井のラインがもうすごいここ。後ろも制圧してた。マジで。まあそこ入ってきますよ、今度。いやー、嬉しいね。で、やっぱトップ下は、まあ俺がちょっと一番推してるモアイ像。イースタート出身モアイ像ですね。チリのね。これはね、天才です、はっきり言って。もう中学校からずっと一緒にやってきましたけど、こいつほど上手い選手見たことないです。やっぱそうよね。正直だから今ちょっと苦しんでるのがちょっと俺は不思議ですね、こいつが。でもそんだけレベルが高いって、ね、いやだからやっぱプロっていうのはすごいわけ。それはマジで感じるよね。この辺にあのミヤネ屋も俺は入れたかった。ミヤネ屋もすごかったもん、ユウセの時すごいな。もう高1からガンガン出てて、あいつに預けた時はなんとかしてくれたもん。まあここは高木パイ、やっぱり入ってる。天才ですこの方も。やっぱそこは言える。この方は天才です。しかもトップ下で入ってるやん、一緒やん3人ここ。高木大生シャドウですね、自分の中で。やっぱそうやね。で、やっぱ前は前田パイセンです。ここはもうね、ほぼみんな一緒やん。もう前田パイセンのね、俺ね、あのベルディとのなんか高尾の準決勝とか見た時、俺もう衝撃的だったもんね。すごいね、決勝もすごい。だってベルディもう無敵やから、あの昔のベルディなんか 7-0 ぐらいで勝ってたっしょ。しかもなんかシュートとかバレオツでなんかループとか決勝に関してはまた抜きやったもんね。サンフレユースえげつって思ってたもん。サンフレユースあの時のメンバーもえぐいのかな。周りもえぐいし、周りもだってほぼいるやろ。正直ね、マジメンツいすぎて、いやこれ無理、うん、無理だね。無理だってもう書いてる時しんどかった、心苦しかったね。いやこれだってベンチメンバーとか入れたらこれワンチャン J リーグ制覇できるんじゃないかぐらいの勢いでしたからね。マジそれな、うん、一回だからねやりたい。みんな集まって、みんな集まってサルフレユース、みんな俺らでも俺らが頑張って上がってったらもしかしたら叶うかもしれない。頑張ろうみんな集まって、これできたら多分すごいと思う、この企画できたら。広島人は全員見る。確かに広島ユースこれ集めて試合しよう。いやこれはマジもうすごくなると思う。これほどねレジェンドを生み出してきたわけですからね。たくさんいますよ、これからのサンフルユースも OB も注目してみてください。お願いします。それではまた次の動画で See you!